さっきの連携、決まってたね。いや、完璧にはほど遠い。もっと修練が必要だな。ああ、うん。イージスは、何と戦ってるんだろう。大事なのは、戦略と戦術だ。自分の役割に専念しろ。ええー、と、いい感じにやってみる。正面突破だ。各員、俺に続けちょ、早すぎだってば、イージス 以前よりずっと力を増したようだな、彼方。うん。イージスを置いてっちゃうくらいにね。<laughs> それは聞き捨てならん。ナイスコンビネーションだったね。旧大点といったところか。イージスの動きは綺麗だよね。さすが騎士。日々の修練の賜物だ。俺も騎士になって、かっこよく戦いたいな。動機が不純すぎる。 おイージスの髪型いいねこうすると、いつもより風が涼しく感じるんだ。でもさ、どんな髪型にしても、水に潜ったらべシャーってなっちゃうよね。まあ、そうだが。完璧な勝利だ。イージス、ちょっと怪我してないな、これは転んですりむいただけだそれ、もっと情けないよ。 やはり、以前よりもずっと凄まじい力だな。ちゃんと、俺に使いこなせるかな。できるはずだ。お前自身が生み出した力だからな。そうだよね。恐れず前に進まなきゃ。髪型が崩れてないか、気をつけておかないと。おいおい、髪型ばっか気にすんなって。服装が着崩れてないかも確認しとけよ。そうだった。アルビンは親切だね。 もうこれじゃあプレゼント配る暇もないよ。じゃあ、俺も一緒に配ってあげるよ。ほんとありがとう。じゃあ、サクッと片付けちゃおう。片腕だけで戦うなんて、アルトリウスはすごいね。何事も、慣れれば問題はないものだ。別の人間になったような気分だ。仮想の力、かな。 すごくかっこいい仮装だもんね。俺も仮装したいなぁ。カナタ、実践だけど、教えたことは覚えてるかいもちろんです、クレス先生。本当に強くなったね、カナタ。ありがとうございます。先生も、きっともっと強くなれますよ。そ、そうかな俺が保証します。あ、ありがとう。<laughs> よーし元気出してこう俺も元気出すぞ今のいい感じ俺たちって無敵かもいけるいける俺もフレンみたいに盾を持った方がいいかなその体験を片手で持つのは難しいと思うよ。フォルテ、信用していいの心配しなくても。 人が人の相手は後でしてあげますよ。どんなに過酷な道だとしても、俺は進むのをやめない僕も歩みを止める気はありません。あなたとは違う道でしょうけどね。あのさ、剣が長いとたまに気にならないそばにいる仲間に当たっちゃったりしないかって。そのような不安があるのは、 鍛錬が足りぬ証拠だ。うぅ、そっか。俺、もっと頑張らなきゃ。ジューダスは、顔を人に見られちゃいけないんだよね。だったらなんだだったら、ジューダスの仮面も守ってあげなきゃと思って。余計なお世話だ。すごい女の子なのに、そんな大きな剣で戦えるんだね。えへっ すごいでしょ。見てて。実は結構軽いんだ、これ。すごい。イヤーハートって、思ったより強いんだね。んえ,えっと、思ったよりうん。その剣もかっこいいな。え、ありがとう。さあ、行くぞリオン俺たちもちゃちゃっと続くぞうるさい。 僕に指図するな。えご、ごめん。俺、指図したつもりは。<laughs> す、すまない。言い過ぎた。リオンが素直に謝ったわあ、ルークの着物、かっこいいな。へへ、だろルークって、意外と何でも似合うんだね。おめえは一言余計だっつーの へへん、<laughs> かより俺の本が活躍してるぜ。ルークには負けないよお先にあ、ずりーぞルーク、まだいけるはあ、もうくたくただってのじゃ、じゃあ少し休みを入れてあげようか疲れたってんだから当たり前だろお兄ちゃんとも遊びたいですい、今は目の前の敵に集中しないと。 メルディーもクイッキーも、俺が守ってあげるよ。あなた頼もしいありがとなあれは、料理したらうまそうだな。うん、美味しそうだね。この実、すべてが剣だえっと、その、ぴょんってなってるやつももちろんだ。かっこいい のんびりしている暇はない。子供たちのもとへ急がなば。ミラは、こっそり家に忍び込んで、プレゼントを届けるんだよね。ああ、そうだ。そっか。泥棒に間違われないようにね。<laughs> そのような心配は無用だ。ミゼラは俺が守るよありがとう、カナタ。あなたがいるから、私は戦える。だから、カナタは後ろに下がって。 なんでそうなるの俺も戦うって絶対に負けられないミズラ、力を貸してうん。当然だよ。彼方のためなら。彼方を否定するものは、私が全部壊さなきゃよくわかんないけど、ありがとう、ミズラ絶対に生き残って、先へ進むんだ私も生き残る。彼方の隣で く、えー、こんなところで、倒れるわけにはいかない彼方、私がこの炎で、絶対に守ってみせるミゼラ、やるねううん。全部彼方のおかげだよ。彼方の技のキレが本当によくて、敵もどうしたらいいか迷ってたから、私はただそこに付け込んだだけで、そうやって彼方が守ってくれるから私は。な、なんか恥ずかしいからもうやめて。 彼方はいつも、私を守ってくれる。守ってあげるって、約束したからね。だとしても、嬉しい。負けられないわ。彼方と二人で、前へ進むの。罪を背負ったまま。それでも生きよう。一緒に。炎の鳥の調子はバッチリみたいだね。うん。きっと、彼方の隣で戦えたからだよ。そっか。 俺もミゼラがいてくれると、すごく心強いから。それと一緒かな。オーレン遅いよほら急いでせかすなよ。偉い奴は後から出るのがお決まりなんだ。俺の背中、しっかり見とけよ。反面教師ってやつだよね。うん、ちゃんと見てるよ。その腕。 肩が凝りそうだな。大丈夫かよ。平気だよ。俺の体の一部って感じだから。行ってこい、ナタ。手柄はお前に譲ってやるよ。またそんな風に言ってサボろうとしてないオーレンすごいよ。俺の活躍見てたかうん。想像してたよりずっと動けてたよ。どれだけじじいだと思ってたんだ うーん。やっぱり違ったかな。何に悩んでんだ戦いなんて、かちゃいいんだよ。とどめの一撃は、もっとかっこいい決め方があったんじゃないかって思ってさ。思春期の無駄遣いだな。ト人だって、誰かを助けてあげられるはずなんだ。俺にもあんな時代があったかね。いや、昔すぎて忘れちまったな。 進化するもんなのか。ブラッドシンって。オーレンのブラッドシンも、いつか変わる時が来るかもね。そん時は、ご指導よろしくな、先輩。わ、その服かっこいいね。ババーンって感じで。うふん、よくわかっておるの。お前、ただ者ではないな。パティって、子供なのにすごいね。誰が子供じゃううん。なんでも。 リット、水着似合ってるね。体は普段から鍛えてるの特に何もしてねえよ。仕事で狩りしてりゃ自然とこうなるんだ。いいなあ、かっこいい。俺も狩りしようかな。行くぞ、ナタ。そっちは任せた分かってよ、リット行けるまだいけるぞそのセリフ。 誰かさんを思い出すぜ。あたしの片付け方法を教えてあげるわ。一切合切燃やし尽くす。おー、かっこいい。けど雇いたくないです。そうだ。良い子へのプレゼント、彼方にも渡さなきゃ。いいのありがとう。でも、俺は良い子なのかな。 彼方は、良い子だよ。ベイグって背高いよね。俺もそれくらい伸びるかな。ああ、頑張れ。わ、ベイグ冷たいすまない。悪気はないんだが、こういう性格なんだ。ああ、いや、そういう意味じゃなくて。ベイグの水着姿、かっこいい 服装で人の印象って変わるよね。印象よくわからないが、今の俺は、そんなにいつもと違うのか。うん。夜の海で、パイナップルジュース飲んでそうな感じだもん。あんた、髪が崩れてるわよ。えほんとに後でなさないと今度は俺が助けてあげますから。別にいい。そうですか でも困ったらいつでも言ってくださいね。はあ、いいなあ、俺も記述団入りたい。失敗したら、痛い目に遭うような記述もやるわよ。で、できれば、痛くなくてかっこいい奴がいいな。全力で行くよじゃあ、俺は全力でサボるわ。流れ玉に気をつけろよ 暇だと味方撃っちゃうからそれ流れ玉じゃないよ作戦ビーダー彼方、当たって砕けて来いそんな作戦ないから行くよ、ビシャセ仕方ねえな。俺らを邪魔する奴はまとめてぶっ飛ばす <laughs> あとは俺に任せて、ビシャセ今は一人じゃないんだから 俺の心配するなんざ100億年早え,えよ。今、真面目に戦ってただって気が乗らねえんだもん。いい修行になっただろ本当に鍛えるべきは、ビシャスの精神なんじゃ。髪型乱れちゃったかな細かいこと気にしてっと、お前、ハゲるぞ。 楽勝だな。俺、死にそうなんですけど。ま、死んだらそれはそれだ。俺、もっと強くなるよ。世界を変えるために。ああ、楽しみにしてるぜ。抗えない恐怖だから名付けたんだろうと顔に言ってよ。俺は全然怖くないけどね。仲間だから。うぜ。 少しはビビれ。ユナ、な、水着じゃ危ないよ。俺が守ってあげるね。心配いらへんよ。水着は女にとって最強の鎧なんや。無防備に見えるのに、なぜか説得力がある気がする。さあ、ちゃっちゃと片付けな。金本、決まってや。うん。ってなんで俺だけ カナボーンは、か弱い女の子に戦わせる気なんユナはか弱くないと思うんだけど。うち、あんたのこと、好きになってもうたかも。それ多分、魔物には通じないよ。うちらの連携技も、次の段階へ進化させよかえそんなのあったっけどんな技 カナボンの背中に隠れたウーチング。って嘘やけど。言い切る前にやめないでよ。かっこよさそうだったのに。ユナの武器って面白いよね。今度よく見せてよ。なんや、縛られたいんかそんなこと一言も言ってないよね。カナボン記念写真でも撮ろうかえ、いいのかっこよく決めなくちゃ。 腕が剣になったっちゅうことは、次はどこやろか。え次があるのかな髪の毛やったら面白そうやな。面白さで決めないでよ。ねえ、カナタ、この後うちのカジノに来ない楽しいよ。そうじゃあ、ちょっと行ってみようかな。よし、カモが来た。え何か言ったな、なんでもありません。お一人様、ご案内しまーす。 もっと強くなって、みんなを助けてあげなきゃ残念だけど、どんだけあがいたって、神の前じゃ無駄なんだよ。それでも、俺は諦めないよ。ふん、はあ。バレンタインにチョコをもらう方法、知りたい知りたい知りたいじゃあ私にノルミンダンスを踊ってみせなさい。90点以上で合格。ノルミンダンスって何 踊らなきゃいけないのチョコが欲しいんでしょ恥はかき捨てなさい。彼方はいつも誰かのために戦ってるよな。うん。みんなのことを守ってあげたいし、困ってる人がいたら助けてあげたいって思うから。そういうとこ嫌いじゃないぜ。トンウェイの術、すごいね。君の力に慣れてるといいんだけど。 なんていうか、パラパラパラー、シュピピーン、ズババーンって感じでさ、すっごくかっこいい。そ、そうかい。最初のは本の音かな。みんなを、守れた。うん。助けてくれてありがとう、メカアスベル。ミトスの羽って、すごく綺麗だね。でも俺がつけるなら、 もっとシュッとしてオシャレにしたいな。僕の羽にケチをつけるなんて、いい度胸だね。フェニックスって、熱い男って感じでかっこいいね。当然だ。不死鳥の名を持つにふさしかろう。見た目は熱い男にはほど遠いけど。なんだと彼方の剣は、好きな時に出し入れができていいな。あ,あ、そっか。 海に太刀を担いでいくのは大変そうだもんね。今度、彼方も一緒にサンタをやってみないそれいい誰も見たことないキメキメでかっこいいサンタ衣装を着たいなみんなが驚くようなサンタになりそうだね